台風21号による浸水で関西空港が被災したのを受け、大阪空港の周辺10市で作る協議会が今日会合を開き、国際線を含めた増便を受け入れる方針を決めました。今日の会合は大阪空港の周辺10市で作る大阪空港周辺都市対策協議会の役員市市長会として開催されたもので、伊丹市長のほか川西、宝塚、豊中、池田の市長が参加しました。関西空港は台風21号の影響で A 滑走路が浸水、今月7日から被害が少なかった第2ターミナルと B 滑走路を使用しての運行が再開しているものの、全面再開まではまだ時間がかかるということで、緊急措置として国土交通省が大阪空港や神戸空港に合わせて70便の増便を受け入れるよう要請していました。会合の後に開かれた会見で、協議会の会長を務める伊丹市の藤原康之市長は、国際線を含めた増便を受け入れる方針を決めたことを明らかにしました。関西全体、日本全体に大きく影響、マイナスの影響をしておるところでありますので、関西国際空港の補完空港として位置づけられた大阪国際空港、伊丹空港は、その補完機能を果たすべきであろうと。一方で、運用時間の延長は認めないものの、遅延便については、午後9時以降の着陸も認めるということです。また、神戸市などによりますと、神戸空港も国際線を含めた30便を容認する方針を固めたということです。